視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週木曜は趣味は読書と言いたい。パクユーが作詞家としてのスキルアップを図るべく毎週一冊の本を読み、その本についてお話しするという企画です。しばらく小説の紹介っていうのが続いてたんですけれども、今週は音楽関連書籍から一冊選んで読んでみました。ご紹介したいと思います。今週の一冊はこちらです。じゃん。僕はホルンを足で吹く。両腕のないホルン奏者フェリックス・クルーザー自伝。ホルンっていうのは金管楽器の、 あの渦巻き状のものですね。あのウルトラセブンの、プワンプワンプワンっていうのが、ホルンの音なんですけれども、僕の自己紹介動画をご覧いただいた方は、ご存知かと思いますが、僕中学高校と吹奏楽部でこのホルンという楽器を吹いていまして、でこの自伝っていうのを、ネットの記事で、発見して、このフェリックス・クルーザーさんの、インタビュー記事みたいなものですね、この本が、発売されるにあたってみたいなところだと思うんですけれども、それで、僕自身ホルンを吹いていたし、でこのやっぱり、僕はホルンを足で吹くってめちゃくちゃキャッチーですよね。気になるっていう、両腕のないホルン奏者、どうやって吹いてるのみたいな。僕はこの方に関しては、全く今まで知らなかったので、すごく興味が湧いて、この一冊買ってみました。帯に結構、大事なことが書いてあるんですけれども、これは奇跡ではない。両腕がないことを除けば普通の子供だった。振動でもなかった。ただホルンが好きだった少年はいかにしてプロの演奏者となり世界を席巻したのか。才能は二の次、意志と努力だ。そういう強い言葉が帯に書かれています。全9章でこの本は構成されてまして、およそ200ページっていう内容なんですけれども、まず第1章、この入りがすごい面白かった。この方がソリストとして、CD アルバムをリリースすると、その作品のレコーディングの様子っていうのを書いたところから始まるんですね。キャッチーなタイトル、僕はホルンを足で吹く、両腕のないホルン奏者っていうところから、どうしてもそういう障害の部分にこうスポットを当てた内容っていうのを予想してしまう、ちょっと期待してしまう自分っていうのがいたんですけれども、まず描かれているのはクラシック音楽のソリストっていうのはどういうものなのか、どういう意識で、どういうレベルで音を出しているのか、作品を作っているのか、プロの世界ってこういうもんだぜみたいなのがまずわーって書いてあるんですね。この一章を読んでる最中にこのフェリックス・クルーザーさん、この本の一人称のホルン奏者が両腕のないホルン奏者だっていうことがもう頭の中から消えてしまってたんですよ。そんな自分にふと気づいたわけですね。これはすごいなっていうふうに思ったんですよね。どうしても障害、体にハンディキャップ持ってる人の発言だったり著書だったりっていうものっていうのは、その障害ありきというか、どうしてもバイアスがかかって届いてくるみたいなとこあると思うんですけど、もうただただプロのホルン奏者の話を聞いてる、自伝を読んでるっていう状態に一章でも入り込めたんですね。それぐらいこの人が書いてること、言ってること、考えてることっていうのが音楽にしか向いていない、ただひたすらストイックに音を追求していくみたいなことをずっと書いていて、もう第2章からは幼少期の話をし始めるんですけれども、自分の生い立ちっていうのを語っていく中でも障害のことについて触れている部分っていうのがほとんどない。もう両腕がないなんていうことはもうどうでもよくて、そのこと頭からもう消えていて、ただ、ホルンのプロの奏者になった人の生い立ちを聞いてる。でたまにそういえばこの人腕なかったんだっていうようなエピソードが入ってくる。それで忘れてたっていうことに気づく。帯に、いかにしてプロの演奏者となり世界を席巻したのかなんて意味深な、ワードが書いてあるんですけれども、別になんか自分はこうやってハンデを乗り越えたとか、こういう努力をしたとか、こういう練習をしたとか、実際にこの人がやったことについて書かれてる部分ってのは結構少なくて、多くを割かれているのは音楽に対してどう向き合うべきなのか、どうやって自分の体と、精神面、メンタルを、音にこう還元していくか、持っていくかみたいなところがひたすら書かれている。
すごくいいなっていうふうに思ったのが、クラシック音楽にあまり馴染みのない人にも、クラシック音楽の世界、クラシックの演奏者の世界、感覚っていうのはこういうものなんだよっていうのをこう分かりやすく書いてくれてるっていうところも結構あって、僕はまあ吹奏楽やってましたし、音楽大学にも行ってたのでクラシック全く知らないってことはないですけど、正直コンサートとか行って聞いたら眠くなるしみたいな、あんまり好きじゃない、あんまり興味はないんですね。でも、そんな僕でも、あ、この人たちの頭の中ってこういう風になってるんだとか、こういう世界が広がってて、こういう舞台で勝負してるんだみたいなのが、ちゃんと分かるような内容になってる。どっちかっていうと、アスリートに近いような感覚をこの人は持っているようで、スポーツが好きな方とか、スポーツをやってる方とかっていうのは、この人の思考とかクラシック音楽の世界っていうのを、知る導入にはすごくいい本なんじゃないかなっていうふうにも思いました。で、幼少期から、ちょっとずつ、まあ小学生ぐらいの時とか、中学高校そして大学行って、でプロになって、アルバムをリリースして、そのリリースにまつわるツアーを回ってみたいな、こう徐々に、現在にこう近づいてくるわけなんですけれども、その中で面白いなと思ったのがスティング、まあ有名な、ポップロック界のレジェンドアーティストですよね。スティングと、オーケストラで共演をした時の話っていうのがあって、そこで、僕がすごく好き好んで聴いているやっているポップスとかロックとかそういうところと、クラシック音楽の、まあ、共通点だったりとか接点みたいなところについても描かれていて、ここはすごく興味深かったです。で最後の最後、第9章で、僕の人生という、題で、障害に対してのこととか、両腕のない自分に対するみんなの反応とかそういうところについてものすごく、毒づいてる、ですけれども、彼が言ってるのは、僕の腕がないことは全然重要なことじゃなくて、僕は何を考えているか、何をやりたいと思ってるかが重要なんだと。答えのめんどくさいからあんま聞いてこないでみたいな、そういう感じなんですよね。でもって同じように障害を持っている人の中にもそれを出しにして、怠けてるやつがいるみたいな、そういう非難批判っていうのもしていて、9章最後の章で、このメッセージが出てくるっていうことで、まあ身体的にハンデキャップを負った人、まあ、ハンデっていう言い方がもうそもそもどうなんだってことなのかもしれないんですけれども、そういった人たちに対する向き合い方みたいなこともちょっと考えさせられる部分はありますし、クラシックが、ものすごく好きな人じゃなくても、でホルンっていう楽器って何なんだろうってあんまよくわかんない人でも、音楽っていうものをとりあえず身近に感じている人であれば、この本読んで自分の人生に還元できるものっていうの結構あるんじゃないかなっていうふうに思いました。なかなかいい本に出会えたかなと。で、情報ボタンからこの人の演奏動画にアクセスできるようにしましたので、あ、こんな風に吹いてるんだっていうか、まあ、こんな音を出してるんだっていうところ、ぜひ聞いたことない方は聞いてみてください。そしてこの本も、興味が湧いたという方はぜひ手に取って読んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。